来月のシーズン開幕を前に、プロバスケットボール B2 ベルテックス静岡が静岡市で必勝祈願を行いました。悲願の B1 昇格を祈願するため、ベルテックス静岡の選手、スタッフが向かったのは、徳川家康公を祀る久能山東照宮です。6年目のシーズンを迎えるベルテックス、今年久能山東照宮を選んだ理由はチームスローガンが昇るだからです。午前9時には気温が30度を超える中、選手スタッフは1159段の階段を昇る昇る昇る。チーム一丸、階段を上り切ったベルテックス。社殿で玉串を捧げ、今シーズンの目標 B2 優勝、 B1 昇格を誓いました。大変だったんですけど、一段一段噛み締めて、それをパワーに変えていきたいなと思いました。今シーズンは B2 優勝、 B1 昇格しか狙っていないので、ぜひね、皆さん会場で共に戦っていただけたらと思います。新シーズンは来月5日に開幕し、ベルテックス静岡はアウェーで山形と対戦します。